い、どうも肉まんです。今回はコストコ購入品紹介開封編です。それでは前編スタート。まずはじめにニース風サラダ 965g 入り、お値段が1280円でした。加工日含めて2日間の賞味期限があります。サラダの新商品です。ニース風サラダとはどんなサラダなのか調べてみました。ニースとはフランスにある都市の一つです。ニース風サラダは名前通りニース地方のスタイルのサラダを指します。じゃがいもやオリーブ、ゆで卵などが使用され、かなりボリューミーで食べ応えのあるサラダです。サラドニソワーズと呼ばれることもあります。特に定義は定められていませんが、ニンニクやアンチョビの風味が効いたフレンチドレッシングを用いる場合が多いみたいです。フランス地方のサラダみたいですね。開けていきましょう。オープン。すごい色鮮やか、綺麗。ドレッシングは一袋しか入ってません。なんかさっぱりしてそうですね。美味しそうなドレッシング。こんな感じで取り分けました。ツナがすごく大きいです。いろいろな食材が入っているので色鮮やかです。でもすごくシンプルです。ツナがすごく大きい。うん、ドレッシングもすごいシンプルです。酢が効いてますね。でもすごく食べやすいドレッシングです。ドレッシング美味しい。アンチョビとオリーブオイルと酢がすごい主張してます。一般的にはアンチョビとニンニクのソースドレッシングみたいなんですけど、ニンニク感はそこまでないかなと思います。でも本当にシンプルで美味しい。ちょっと私オリーブ苦手なんですけど、ちょっと食べてみます。うん、やっぱり美味しくない。私オリーブ苦手です。お子様でも大人の方でも万人受けして食べられるドレッシングだと思います。そしてインゲンとかミニトマト、ジャガイモもすごくいろいろなたくさんのものが入ってるので、色鮮やかでボリューミーに食べられていいと思います。私ゆで卵好きなので、このゆで卵が入ってた時はすごくテンション上がりました。見た目もいいですね。ジャガイモもインゲンもゆで加減がちょうどいいです。サラダ苦手なんですけど、すごく美味しくいただけました。続いて国産ミルクブレッド、お値段が599円でした。パンコーナーで見かけた新商品です。賞味期限は加工日含めて4日間あります。この形状のものだとホテルブレッドとコーンブレッドローフがあるんですけど、初めてミルクブレッドを見かけました。周りには白い粉がかかってます。すごくシンプルそうなパンですね。大きい。容器込みの大きさですが 1060g あります。 1kg 超えてます。うわー、触った感じがすっごいふわふわ。え、美味しそう。ひと山がすごく大きい。どうしよう、3切りぐらいにした方がちょうど良さそうですけど、切りにくそうなので半分切っていきます。そのまま食べるのがすごく美味しそうなので、焼かずにこのままいただきます。うん、美味しい。小麦の味わいがすごく味わえるパンです。パン屋さん行くとこういう白い粉がつけられてるシンプルなパンって好きで、たまに買ったりします。なんか耳のところもすごく柔らかくてすごい食べやすい。なんか一見パサパサしてそうかなと思うんですけど、
食べるとふわふわです。触った感じもふわふわ。じゃあこの分厚いパンをトースターで焼いてきます。焼いてきました。すっごい美味しそう。ちょっと軽くスプレッドを塗りました。皮もパリッパリ、中ふわふわ。いただきます。うん、すっごい美味しい。ほんとノーマルなパン、食パンなんですけど、小麦の味を味わえるので、シンプルな味付けで食べるのが一番いいのかなと思います。そのまま食べるよりは焼いた方がやっぱり美味しいですね。耳はパリッと、中はふわふわしてます。朝食にぴったりなパンです。ホテルブレッドはバターがすごい香るんですけど、これはシンプルな小麦の香りがしてきます。続いてハーブ&スパイスローストポーク 430g 入り、お値段が968円でした。こちらの商品前から売ってるみたいなんですけど、全然気づかなかったです。初めて見かけた感じがします。お肉に粗挽きバジルをまぶして表面を香ばしく焼き上げました。ジューシーなローストポークをお楽しみください。楽しみです。バジルの香りがする。薄く切られてるのですごく食べやすそう。こんな感じで薄いポークがたくさん入ってました。周りにいっぱいバジルが振られてますね。いただきます。うん、美味しい。バジルの味と塩味、そしてお肉の柔らかさがすごくいいです。しっとりしててすごく食べやすい。薄く切られてるのでお子様でもすごく食べやすいと思います。そんなにハーブ感ないのかなと思ったんですけど、しっかりと口の中に広がります。ハーブが好きな方にはおすすめです。サンドイッチにしてもいいですし、あとはお酒のおつまみとしていただけると思います。うん、美味しい。そしてサラダにも合うと思います。伊藤ハムさんの商品なんで、すごくお肉自体も美味しくいただけます。続いてクリスマスぬいぐるみ、お値段が1648円でした。この2体のぬいぐるみが入ってます。去年もこのタイプ売ってて買いました。今年も買っちゃいました。クリスマスのぬいぐるみで、すごくコスパもいいので毎年人気な商品です。オープン。あ、かわいい。なんか去年と生地が違いそう。チョコがご挨拶してます。どいてもらっていいかな。足潰さないで、食べないで。やめてください。こんな感じで2台入ってました。それなりの大きさのぬいぐるみですね。で、足がなんかヘニャヘニャなんですよね。なんでテーブルの縁だったり、そういうところに腰掛けさせられます。で、これが今年バージョンなんですけど、去年はこんな感じです。お洋服が違いますね。そして去年のトナカイさんは顔だったり洋服、足までレザーっぽい生地だったんですけど、今年は布になってますね。で、みんな足が細いんですよ。チョコがこんな感じで足で遊んじゃってたんですけど、足がブラブラしててすごく可愛いです。お部屋の一部に飾っておくとアクセントになってすごくいいと思います。すごく可愛いです。こんな感じで今回コストコ購入品紹介前編でした。最後までご視聴ありがとうございます。今週もいろいろな商品を買ってきたんですけど、やっぱりおすすめなのはミルクパンですね。すごく美味しかったです。まあ、シンプルな食パンなので、食パン、生食パンだったり好きな方はぜひ買ってみてください。
あとはハーブ&スパイスのローストポークもすごく美味しかったです。すごくしっとりしてて柔らかかったです。ニース風サラダはオリーブが食べられなかったのでそんなにコスパは良くなかったです。オリーブ食べられる方は買ってみてください。こんな感じで終わりにしたいと思います。少しでもいいなと思ったらグッドボタン、ぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。